こんばんは。こんばんに、こんばんに。ちょっと待って、今ね、悲惨な髪型しとくから、ちょっと待って、ちょっと待ってね。準備もせずに始めてしもうたわ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんか加工強くね。ちょっと充電器持ってくるわ。充電器付けにあった。おはようございます。なんか加工強くない、これ。ちょっと変えるわ。ちょっと待って、でもいっか、もうこれにしちゃったらさ、もうこれでいこう。よいしょ。青いセナです。こんばんは。ありがとう、みんな、こんな夜遅くに来てくれて。しかも突然始めたのに告知もせず。何、先に布団で寝てる感じの写真、どういうこと。初見です、ありがとうございます。けんさんがいらっしゃって、こんなオフモードでいて申し訳ない。久しぶりにショールームができそうだったので、ショールームやるんですけど、なんかさ、今さ、めちゃくちゃさ、なんかみんな声枯れてるじゃん。私、まあセイナも声枯れてんだけどさ、一人部屋でございます。今回はセイナちゃん可愛いじゃん。セイナちゃん可愛いんだよ。久しぶりな感じする。めっちゃ久しぶり。何気に初見です。こんばんは、こんばんは。安心、ありがたい、嬉しい。全然なんかショールーム好きなんだけど、始めるまでがいつもなんか苦手っていうか、得意じゃないというか、なんと言いますか、なんて言いますかという感じで、全然配信をやってなくて、なんかちょっとメガネなくてもいけるから、メガネなくてもいい、ごめん、メガネない方がちょっと映りがいい。ちょっと待ってて、うぅ、どない、ライト、なんかなんか走るから、いらんやろこれ、いらんかったわ。いや、眩しい。え、なんか、なんだこれは。消すわ。すまん。オレンジで。なんかさ、この格好はマジ歯白すぎて面白いんだけど。なんかさ、ショールームって加工あんのね。でさ、あ、これをさ、こうしたらいいのか。オッケーオッケーオッケー。これでどう？あ、できた。めっちゃ面白いんだけど。なんか加工、ショールームのなんか自動加工みたいなやつにしたの、わかんなくてこうなっちゃった。面白い。ついにマリンさんがいるイメージ。多分ね、もうメンバー寝てんじゃない、この時間は。寝てない気がする。夜行バス、ありがとう。そんな、今日はお疲れ様でございました。初見です。ゆかと一緒ずるいです。ゆかちゃんにね、誘われた。お酒飲みません、飲みませんっていうか、飲みたいなーみたいな感じで言ってるから、誘ってんのって言って、一本だけなら付き合うねって言って、一本だけ飲んだ。よいしょ。連絡されなかった、びっくりした。あ、これはお酒じゃないです。あの、ファンタメロンソーダでございます。こんばんは、こんばんは、こんばんみ、こんばんみ。TDC 行きました。ありがとう。どうでございました。またゆっくりTDC のお話はね、聞きたいな。なんかいろいろ話したかったことあった。なんかさ、TDC の日にさ、なんか全然伝えきれなかったっていうのことが多すぎて、そう、なんか、え、見て、ぐにょーになっとるよ、ほら。やばくない？だから全然なんか、今日の箱のドリンク、そう、今日の箱のドリンク、
全然伝えきれなくて、なんか全然なんだろう、セイナの意図とか伝わってないんじゃないかなと思ってすっごい不安だったの。ライブで伝えることはできるけどさ、その捉え方ってあるじゃん、ライブもさ人によって。で結局さ、何を考えてさ、なんか何をしてるじゃないけど、言葉って大事だなと思ってね。めっちゃショールームの格好強い、これ本当に。で指曲がっとるもん、やばすぎ。あのセイナちゃんはギッチギチ、ん？実物もうダメ、滑舌つまんない。実物が一番いいよ、これはファンの人にもよく言われるけど、実物がめっちゃ一番いいと思いますよ。あの自分でも言いますけど、なんか手術に悪いはめちゃくちゃ悪い。加工外せばなんかね、違うの聞いてよ、なんか加工外すとまた顔が違うんで、それはそれでブスなの。分かった。なんかさ、この加工、顔のさ加工がさ強すぎんじゃない。ちょっとさ、みんなに面白い、見てて見てて、加工めっちゃ変わるから、ほら見て、あ、これで弱めていけばいいんじゃない。うわ、自分がブスなのがバレるのがちょっときついわ。だいぶ今加工弱くしたんだけど。みんなこの時間起きてるものなんだね。でも明日は日曜日だから夜更かしするものなのかな。チラシの感想送ってきました、ありがとうございます。ほっぺたがふにふにして、そう、加工を外すと、まあでもまあ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 許容範囲。ドガムさんだ、やめろやめろ、自分のお宅に怒られるのおもろいね。はあ、直接のセイナが好き、わかるわかるわかる。なんか最近さ、 TikTok 見てきましたって人が結構いるのね。なんか全くの TikTok 新規がもういるぐらいなの。 TikTok 見て葵セイナちゃんって存在を知ってアイドルやってるって聞いて初めて今日アイドル現場来ましたみたいな人とかもいて、めちゃくちゃ嬉しいじゃん。でなんかでも TikTok ってめちゃくちゃ加工、めっちゃ加工なのね。加工カメラで撮ってるから。だからなんか大丈夫みたいな感じで聞くと、いや全然実物の方がいいですって言ってくれる人もいるし、変わらないですって言ってくれるのが嬉しすぎて、そう、ありがたー、ありがたーって思ってる。本当にありがとうございますと思って。寝る、おやすみ、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなさい。ちょっとツイッターにさ載せるね、シェアしてなかった、そういえば。ツイートできたかな、できた。年明けくらいから SNS ゴリゴリやってていいよね。なんか SNS めっちゃくちゃ苦手なのね、せいな。なんかどうやったら伸びるとか分かんないし、なんかマジ SNS なんかマーケティングみたいな人いるじゃん、欲しいぐらいなの、それが。本当に SNS 分かんなくて、でもなんか分かんないとか言ってられないじゃん。もうなんかできないことをさ、なんか苦手なんでできませんとか言ってられない状況だなって思って、もうとりあえずなんかできることとりあえずやろうみたいな感じで SNS を頑張り始めたけど、なんか結果それが良かったから良かった。それで何の結果も出なかったら多分もうくじけてた。もう自分って本当にダメなんだなと思ってくじけてたけど、それが結果がついてきたからまだ良かったなって思った。全然多分結果とかもついてこない子っているわけじゃん、世の中のアイドルってさ、どんなに頑張っても結果がついてこなくてみたいな、それでくじけちゃったアイドルやめますとかもさ現実的にあるわけじゃん。なんかそういう厳しい世界の中でも、なんか結果が自分は目に見えて分かったから、あ、やってよかったなって思ったし、なんかワンマン終わってからもそれこそ TikTok まだ上げようかなって、頑張ろうって思うきっかけにもなったかな。うん。ティア教えたらいつもなんかピーに目が行くようになった。嬉しい、ありがとうございます。まあでもあの私はティアドロップのメンバーではないので、あのティアドロップを踊ることはできないんですけど踊ることはできないんですけど、また別のものになってしまうので、はい、ちょっと見てあげてくださいね。
昨日のゲスト配信以来、そう、昨日はね、あの歌の配信にこっそりお邪魔してまして、そうなんですよ。配信しててびっくりしました。配信してしまいました。こんばんは、こんばんは。TikTok のおじさんは異次元の草。なんかさ、 TikTok だけ好きな人めっちゃいるんだよね。しかも自分の推しじゃないの、他推しは。なんかせいなちゃん TikTok が好きですって言われて、 TikTok だけみたいな。なんか結果さ、なんだろう、ああいうせいなが好きなんだね、みんなは。なーって思ってる。ああいうせいながみんなが好きなせいななんだなーって思って、あのそういうものだと思って見てるから。おやすみなさい、おやすみなさい。初見さんもありがとうございます。TikTok で見つけて好きになったらやっぱ嬉しいね。やっぱ最近は TikTok なんだね。でもさ、TikTok ってさ、まあ、撮るだけじゃ撮るだけなんだけどさ、何を撮るかとかさ、振り付けを覚えなきゃいけないとかさ、なんかどういう表情をするかとかさ、うまく踊れるかとかさ、いろいろ考えなきゃいけないの、なんかわかんない。せいなはそう考えちゃうタイプなんだけど、だからなんか TikTok も苦手な人ってめちゃくちゃ苦手だと思うし、ね、なんか時代は TikTok だよってめちゃくちゃ言われるけど、その見つかる原因、なんか要因とかって言われるけど、うわ難しいなって一生思う。 TikTok もそうだけど、 TikTok で伸びるアイドルとかすげえなって思うもん。SNS の使い方がうめんだなって思う。ちょっと待って、あのさ、ティフ予選に出てる公式のアカウントからさ見に来てるのおもろいんだけど。公式アカウントが初訪問してるのおもろいんだけど、ありがとうございます。ティアドロ初めて見たんですけど楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、あのティアドロが自信を持ってご提供できるものだと私はいつでも思っているので、まあ、あの完成だとは思ってないんだけど、今が全然ね、まだまだやる、なんかもっとできると思うし、もっと良くなるものだと思うけど、いつ見ても楽しいグループっていうのはなんかあるべき姿だなって思ってるから、あの楽しかったですって言ってもらえるの嬉しい。ありがとうございます。いつ見ても楽しいですよ。顔が好きもよく言われるね。適当なコメ、適当コメ編好きです。適当じゃないよ、あれ。結構考えてるって言い方はあれだけど、なんかなんだろう、なんかさ、絵文字あるないとか、なんか言い方どうこうとかで、ファンの人にやまれたくないから全員同じ対応してるだけ。っていうのもある。なんかもう基本的さ、自分なんだろう、あのテンションなんだよね、なんか元が。だから友達とかの LINE とかもそう、メンバーとかマリンさんとかの LINE とかそういう感じ。なんか適当じゃないんだけど、なんか冷たいはよく言われる。冷たくしてるつもりはないんだよ、あれは愛あるあれなんですけど、はい、愛あるコメント返信です。でもみんなコメント返信するよって言わないとコメントしてくれないから悲しい。コメント返信するよって言わんでもコメント返してるしと思いながら、あのたまに見ています。岡田さんの YouTube 出て課題が一夜でしたね。ねえ、嬉しい。なんかあのわたちゃんからも、岡田さんの YouTube を普通に見てたらせいなちゃんに似てる人が出てきたって言われて、それせいなだよってびっくりしたって言ってた。すごいよね、優しい本当に。いや、みんな TikTok 多いね、やっぱ頑張るわね。今日もあげたけど何個か貯めてはいるけど、なんか難しい、何がみんな見てくれるのかとかもわからないから、もうとりあえずもうあげようって感じ。そういう感じでございますよ。初見さんです。初見さん何人かね、初見マークついてるけど、多分ツイッターは見たことある。セイナがショールームやらなすぎて、あの初めてショールームを見ましたってことでね、多分。
はじめましてです。はじめましてなの。ありがとうございます。時代はショールーム。あー、ショールームって地上のお宅さんが見てるイメージかも。めちゃくちゃなんかセイナもそうだし、イコラブのイミーさんとか好きだからセイナショールームよくやるじゃん。でそれでなんか見に行くとやっぱ人が多いから、すごいなって思う。ショールームで人が集められるのすごいなって思う。ショールーム見てきましたってあんまり、前はめっちゃあったの。ショールーム毎日頑張ってた時はショールーム見てきましたとか多かったけど、ショールームまでもやっぱ、わかんない。自分何が引っかかって来てくれることが一番多いのかって言われたらわからない。顔で来る人なのか、ライブ見てパフォーマンスなのか、 SNS なのかとか全くわからない。なんかアンケート取りたいね。青い星のどこで知りましたかって。ちちちち、待って、今アンケート取れるんじゃない。何人いるかわからないけど、ちょっと待って、投票開始しよう。まず言うね。1番、青シェーナをどこで知りましたか。1番、SNS、2番、あ、じゃあ好きになりましたか。 SNS2 番、ライブ、3番SNS ライブ、 SNS ライブ3番、その他投票して。はい、1番、アドシェーナをどこで好きになりましたか。1番 SNS、 2番なんだっけなんだっけ、2番ライブ、3番その他はいはい、投票してすごい、いっぱい玉流れてくる気になる。でもその他って何があるんだ。 SNS、 まあでも SNS かライブだよね。だってその SNS かライブにしかいないもんだよね。でも実物、その実際ライブ見てたまたま見てきましたなのか、何 SNS 見てライブ見に来ましたなのか、どっちが先かみたいなとこだよね。だよね。だ多分流れて気になって見に来ましたの人は SNS じゃん。でも推しメン見に来てて、なんかチラって名前聞いたことあって、なんかたまたま見てたらなんか可愛い子いたんで来ましたみたいな人はライブだよね。そういうことやね。どう、みんな投票した？ OK、 投票締め切るよ。終了。パン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 。はい、ちょっとなんかもうちょこちょこ来るんだけど終了。はい、結果、2番ライブ？嘘。え？ライブなの？みんな。SNS ちゃうん？10%ずつ違うね。1番がだって SNS で、2番がライブでしょ？で3番その他しよう。すごい。対バン？大きい対バンとかってこと？ありがとうございます。そんな実物をじゃあもう最初から見てたってことだね。でもさ、ライブさ汗だくじゃん、せやな基本的に。てか汗かかなかった日がないんだけどさ、よくそんな汗だくのさこう気になってくれたねって思うわじゃない？思うんだけど、なんかわかんない。でも自分はそうやってなんか全力パフォーマンスの子が好きだからそういうパフォーマンスをするけど、わかんない。男の人ってなんかさ常に可愛い子が好きなイメージなの。だからなんかこういう全力パフォーマンスは受けが悪いだろうなみたいな感じで思ってたから嬉しい、そうやって言ってくれるの。ありがとうございます。ありがとうございます。全然コメント見てなかった今。
TikTok ライブはね、なんか中学生が多いってね、わたちゃんが言ってた。待って、コメント全然流れてなかったんだけど、今めっちゃ来たわ。怖い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 。 TGIF、 あ、水着ね。その他雑すぎる、すいません、すいません、本当に。え、その他、その他はちなみにさ、何ですか TGIF。 あー、 TGIF は3番になるのか。 TGIF、 そっか、ライブじゃないもんな、確かに。 TGIF なんてさ、出てた2019年だよ。だいぶ変わったくない？顔とか。その他って何？テレビ番組、テレビ番組でさ来た人いないんだけど。友達経由でした。あー、確かにその他だね、その他だね。好きな多分推しメンの推しメンだったからです。あー、なるほどね。ティアのプロデューサーでしたよ。3番だね、それも。意外とそっちもあるのか。特典会はライブに入るよね。入ると思う。雑誌の水着かもしれない。雑誌の水着で来ましたもん、見たことなかったな。リリーベです。ライブだね、リリーベは。じゃあライブ見てからだった。ビラ配りで話しかけられて顔が良かったから、その後。あー、確かにビラ配りの時代もあったしね。SNS まとめすぎなんだよね。でもなんか今まで言われたことある SNS 系が TikTok かツイッターしかなかったから、まあ、インスタ見てきましたが、本当も片手もいないぐらいだったかな。テレビ見てきましたが、一人も言われたことなかったな。うん、あと基本的にせいな、なんかテレビのせいなってさ、めちゃくちゃなんかクソガキじゃんお前何してんのみたいなことばっかじゃん。まあ、テレビだからさテレビだからさ、だから多分ね、好きにならないと思う。テレビのせいなだけを見てたら、わかんない、自分がそう思う、はたから見て、冷静な目でこう画面をこう見ててね、テレビ で自分嫌だなって思った時はあったけど、まあその時の自分がそれが正しいと思ってやってるんだったら、その時の自分を信じようって思ってるから、なんかって感じ難しい。その他意外と多かったね、確かに。あー、ね、コメントすごい流れた。あー、テレビは既存のファンに対してさらに訴えかけるものだと思って。どうなんだろうね、なんか受け取り方難しいよね。つなぎ公演はもうつなぎ色褪せちゃってるよ。ラジオ新規っているの？セーナは来たことないな、ラジオ新規は。バズっちなめて知った。嬉しい。ありがとうございます。アインシュタインさんのファンの人がたまに来てくれることあったけど、それでもなんか、そのチュラでは誰が好きなのみたいな話をすると、セーナだったことは一回もなかったかな。バタちゃん経由してみました。ありがとうございます。SNS だけだったら好きになってない。SNS で誰か気になったことない。顔はだってでもさ、なんだかんださ、みんなさ顔が一番さ最近に入るものじゃないの。顔を見て、あ、この子なんかいいなって思ってライブを見ようって思う派だと思ってた。わかんないけど、知る段階と気に入る段階は別にアルバイキュアハンティで印象が変わります。へー、なるほどね。汗だく派です。パフォーマンス含めてちゃんとアイドルの子が好きです。あー、汗だくの方が素晴らしい。コメント流れちゃう、見たかった。ジュルテイキ、うわー、ジュルテイキ懐かしい。知ったのは先生だけど、好きになったのはライブの人が多いかもね。あー、なるほどね。嬉しいね、でも
ライブだし主なのがチュラって特にね嬉しいよそれが。顔がいいと生誕祭行きたくなりがち。どういうこと？ライブ見る前セラについて食べたことある。ライブで可愛いって思ってくれるのが嬉しいな。なるほどなるほど、すごい参考になりましたやっぱ顔がいいだけじゃダメなんだな。ライブがやっぱりちゃんとないと。でもだからこそさ、なんかライブで好きになるってさ結構でかくない？だってさ、もう別に顔がどうであれさ、ライブがこの子のライブが好きだって思ったらさ会いに行くしさ、ライブ見にし、なんかたとえすっぴんでもさ、その子がめっちゃさいつも通りのさいいパフォーマンスしてたら好きなわけじゃん。その日もめっちゃ神じゃんめっちゃ神じゃんね。そんなの固定性のレバーの写真ですよ。あれね嬉しかった。すごいなんか夜中かな、なんかポッてあげたら伸びて、次の日朝起きたらびっくりした。ライブ写真で伸びるって嬉しいなって思う最近。ライブ、あ、でも前回この前のエースワンマンのライブ写真まだ一枚もあげてないから、だから最近ライブ写真全然あげれてない。あげなきゃ、見せたいものがいっぱいあるの。ライブ中のセイナは自分でもいいなって思うぐらいに自信を持ってるから見てほしい。完全的にあいうえでしたの。めっちゃ髪短い時だ。髪短くて超痩せてた時だ。超でもないか、今もでも今はだいぶ痩せたんだよね。だからチュラ始めて5キロ痩せた、何もしなくても。ライブ中、ライブ中すごい褒めてくれるじゃん。待って、くしゃみ出そう、くしゃみ出そうだった今。チュラとかパスコードさんみたいなライブ汗だく全力のアイドルさんが増えて嬉しい。なんか前はね、確かになんかアイドルって汗かきませんみたいな風潮あったくない？なんかいつでもサラサラ、始まりも終わりも同じ顔ですみたいな感じのあのイメージだった。イメージっていうかそういう風潮があった気がしてたけど、なんかだんだんとやっぱそういう全力パフォーマンスのアイドルがいいみたいな感じになってきてた気がした。わかんないけど、で自分がいざアイドル始めて、なんかまあもともと推しメンが結構全力で踊る子だったからっていうのもあるけど、なんかこっちの方が自分のスタイルに合ってるなっていうのはあったよね。全力パフォーマンスをして笑ってる時に自分の方がみたいな。鼻の下に指やつはくしゃみしないですよ。なんか違うの、この酸素空気を入らなくすることであのくしゃみが止まるんだよ。知らなかったでしょみんな。わかんない、せいなだけだったらごめんねなんか初訪問がいっぱいいる、ありがとうございます。こんなほぼなんかもうほぼ化粧落ちちゃってんだよ、もうやばいよね。早く風呂入れって話、すいません。ずーっとゆかちゃんともうすっごいずーっと喋ってた。もうずーっと喋りながら同じ道を行ったり来たりしてたでも多分ゆかちゃんも多分もう寝てると思う。寝まーすって言って部屋入ってった。お酒じゃなくてファンタメロンソーダだってこれは全然ファンタメロンソーダでございますよ。もともとの締め発表され、そう解散しちゃうの9月でね。携帯投げるとこだったよ見た瞬間に。なんかわかんない、なんかさ会えてたから好きなのか、なんか元が好きだったから好きなのか、今もね、なんかたまにわかんなくなる。好きなんだけど結果的には、なんかそのいざじゃあその会える機会がなくなります、もう表に出ないかもしれないですってなった時に、でもそれは悲しいんだけど、
ってなるとなんか会えてたから好きだったのかなって思っちゃう。結果的推しメンが生きてたら何でもいいやになるんだけど、なんかたまにそうやって考える。まあ何でも好きなんだけどさ何でも好きなんだよ結論。セイナはね、そういう推しメンの存在、そういう推しメンだから、その子が。だけどやっぱりそのアイドルを辞めて全く追わなくなっちゃった推しメンもいたし、なんか興味が薄れたわけじゃないけど、なんかアイドルを辞めちゃった推しメンにどう接したらいいかわからないみたいなとがあって、そうだから自分ってどんなスタイルでオタクしてたんだろうってなんかふと疑問に思った今日。そう、推しメンがいざ解散しますっていう発表を今日見てね思った。だからなんかさ、たまにアイドル辞めてもさ、会える機会を作るアイドル、元アイドルさんがいるじゃん。でそれに行けるのがすごいなって思った。でも自分が実際その立場だったら絶対行くんだろうなと思うが、行っちゃうんだよね結局って。好きなんだもん、わかる、好きなんだもん、話せるなら話したいもんって思っちゃうけど、自分が好きだったのってアイドルしてる推しメンだったから、なんかアイドルじゃない推しメンに、アイドルじゃないっていうか、その表舞台に立ってる人じゃない推しメンになんか会いに行くっていうのは、果たして自分のスタンスに合っているのかどうかみたいなのはあるよね。わかる？ねえ、いやみんなもあるんだねそういうの。回ってみて初めて本当に好き、わかるよね、わかる。そうなんか推しメン、そのさっきを発表されたの2個目のグループだからさ、1個目のグループの時はさ、もうあっけなく朝起きたら解散してましたみたいな感じだったから、会える機会はもう半年以上も経なかったし、だからなんか逆に何もなかった。もうそれは悲しかったし、もう一回ライブ見たかったなってあったけど、まあそうだよねってなりながらポケって過ごしてたら、また推しメンが表舞台に立つ機会ができて、会いに行ける時は会いに行ってたししてたけど、なんかそうアイドルやってるのが好きな子もいれば、その子自体が好きな子、そう本当にそれ。でも今日そのね、推しメンが解散発表されちゃったの、その推しメンはセイナは結果的にその子自体が好きなんだなって思った。なんか人として好きなの、その子のことが。なんかいろいろと尊敬できる場面だったりとか、話しててもそれ楽しかったし、なんかアイドルをやりたいなって思うきっかけでもあった子だったから、なんか結果的に私はこの子が好きなんだなって今日なんか改めて思ったうん。だからなんか推しメンがその推しメンじゃなくなった時にそれでも会いたいなって思うんだったら本当に好きなんだと思うよ、オタクくんは。これはちょっとなんか心に留めておいた方がいいと思うわかんないけどわかんないけど本当に好きなんだと思う、その時に会いに行こうって思えたら。なんかでも人それぞれいろんな意見もあるじゃん。その一般人としてのその子にお金を使いたくないっていうさ、ファンの人ももちろんいると思うし、それもめちゃくちゃわかるの、それもめちゃくちゃわかるの。せいなも何かをした成果がお金を支払うことになるわけじゃない。アイドルだったらライブをしてみんなで楽しい時間を共有して、それに対する感謝とか伝えたいこととかを伝えるためにお金を払ってるわけじゃん、ファンの人って。その対価がさ、こうなんていうの、こうなあるわけじゃんこうあるわけじゃんだけどそれがなくなった時にそれは違くないっていう意見もめちゃくちゃわかるし、でもなんかその会えるなら会いたいよねみたいな意見もめちゃくちゃわかる。そういうのは両方いる、そういう推し面がねえ。なんかあんまりファンの人にこういう話をさすることもないし、せいな
なんか基本的になんかわかんない、ヘイトを買いたくないタイプなのででもなんかわかんない、今日は多分そんな見てる人も少ないと思うから難しいよね、みんなはどう思ってるんだろうってずっと思ってた。まあ人によって違うだろうから全員の意見を聞いて、そなんかそうだよねそうだよねってなるのは難しいのかもしれないけど、セナは割となんか感受性豊かって言ったらいいの、なんかどんな意見もそういう意見もあるんだって取り入れるタイプだからちょっと聞いてみちゃった。テヘペロやめた人はやめたからこそ話せることとかあるし、それはそれでもなんかやめたからこそ話せることってさ、情報漏洩につながらないのかな、めちゃくちゃ思う。なんかさ、アイドル特にそうなんだけどさ、アイドル活動をしてた時の事務所の話とかメンバーの話とか、アイドルを辞めたとしても話しちゃいけないっていう契約書があるのね。それは多分どこの事務所もそうなの、なんかその個人情報にもつながるし、もうそれをさ平気でさ話すアイドルいるじゃん、辞めた後に、辞めたから言えますけどみたいな、めちゃくちゃ違反じゃないって思っちゃうんだよね。でも辞めてたら分からない、引っかからないとかそういうせいの裁判なんかそういう法律とか分かんないからあれなんだけど、なんかそれってオタクからしたらさめちゃくちゃさいろいろ言ってくれていいかもしれないけどさ、普通に信頼なくねって思っちゃった前。そういう全然なんか見せなんか知らないアイドルさんのツイートが流れてきて思ったけど、そうなんかそれってやっていいことなのかなって思っちゃって、思った、わかんない。それが好きっていうファンの人が増えたらそうする、アイドルさんも増えると思うけど、どうなんだろう、アイドル側からしたらそう思っちゃうけどねいい話だった本当にマリンさんが卒業したら考えてみます。あー、マリンさんがアイドルを辞めて何をするのかセイナも全く知らないから、なんかでもアイドルはやらないっていうのは聞いたけど、でもなんかさ卒業の文章にさ、なんかもう表舞台には立ちませんみたいなこと書いてたじゃん。それ見てだからもう本当にもう全く何その顔を出さないのかなと思った。そのなんていうの、例えばさセイナみたいにさプロデューサーをやるってなったらまた SNS を続けなきゃいけないわけじゃん。そういうのはないのかなって考えてた。なんか本人のことは多分本人が一番さ考えながら進めてるからさ、なんか聞きにくいじゃないけど、なんか聞いちゃいけないじゃないけど聞かないようにしてるから、全く知らないんだけどセイナもどうなんだろうね。会えたら会いに行っちゃうのかな。まあでもマリンさん好きなファンの人ってなんかアイドルのマリンさんももちろん好きなんだけど、人としてマリンさんのこと好きな人が多い気がする。めちゃくちゃなんかマリンちゃんのこういう内面ね、こういうところが好きみたいなのをよく聞く気がするから、なんかもう人として好きなんだろうなってよく思う、マリンさんのファンを見ると。すごいいいことだよねそれって。あー、またコメント流しちゃったよ、まったくよ。なんかすごいいろんなアイドルさんが訪問してきてくださって、お恥ずかしいお恥ずかしいお恥ずかしいって。ちょっと待って、みんなのコメント今読んでるから。おしまい卒業してテレビで見れるような方は距離が離れたら悲しいよね。あー、あるよねそういうのも。なんか嬉しい、テレビに出てるおしまい、その会えなくなった、気軽に接触がなくなったおしまい、めちゃくちゃ誇らしいし、なんか私このこと昔チェキ取ったことあるんですよみたいな感じにさ、ドヤ顔になれるじゃん、そのテレビに出てるおしまい見てね。
この子私のこと知ってますよみたいな感じにさ、超大人になれるじゃん。めちゃくちゃ嬉しいけど、なんかその嬉しさをおしめに言えないのは寂しいなって、せいのも思う。めちゃくちゃで、この前テレビ出てたよねみたいな感じのこの気軽さがなくなっちゃった、なくなっちゃうのはめちゃくちゃ悲しいなって思うけど、でもなんかさ、大そのテレビに出るぐらいのさ、おしめんさんってことはさ、あのめちゃくちゃもう売れたいくて頑張ってるわけじゃん。テレビに出たいってテレビに出てるわけでしょ。だからなんかそれはもう推しメンがなんだろう、売れたいって頑張ってる、だからそれを尊重して応援しようってセロナだったら思うかな。うん。何も言わずスパッといなくなる間は美しいですよね。いなくなり方によるんじゃないその美しいかどうかは。卒業しますも言わないで、なんか突然休みの日に本日続け卒業しますって言われたら悲しいなって思っちゃう。なんか別に卒業公演あるないは別にどっちでもいいのね、どっちでもいいんだけど、なんかそれだったらあのライブがある日の朝に、なんかどういう事情かは何も別に書かなくていいけど、本日のライブをもってやめさせていただきますって言われたら、なんか最後ありがとうだけ一言言って帰れる帰れる。別にそんなだってさ、わかんない、あのさ、年頃の女の子が多いからさ、やめたい理由なんて様々だと思うのよ。だから別にそんなやめたい理由を全部はっきり書けなんてそういうのは思わないから、なんか本当にメンタルがきちゃってしんどかったかもしれないし、なんかなんかやめさせてくれないとか、なんかもうなんだろう、わかんない、いろいろあるわけじゃん、さまざま理由が、その子がやめたいと思った理由が、その理由によるよね。何の話してんのかわかんなくなっちゃったよもうなんでこんな話になったんだっけ、まずやだ、恥ずかしいんだけど、せいな、こんなことをショールームで話してんの。だからね、でもなんかさ、いろんな考え方をさ、いろん毎日すんのね。だからなんか言ってることが違うってめちゃくちゃファンの人に一時期言われてたことがあったんだけど、なんかそれ自分の悪いとこでありいいとこだと思ってんの。だから今日話したことが全部せいなのなんか思ってることだと思わないでほしいなんかさ、日によってマジでいろんな目線でいろんな方向でいろんな角度から考えるタイプだから、今はこう思ってるけど、こう答えることに対して実際じゃあこっちの目線で見たらまた意見変わるよねってことめちゃくちゃあるの。だからそんな思わないでね、おもせいなんかこう言ってたよとか変に思うなよなんか別に全肯定するわけじゃないけど、全員の意見理解できると思う。それに関して言うと、いろんな立場でいろんな意見があるわけじゃん、多分ファンの人っていろんな人生があると思うし、それ話聞いたら全員の分かるわって言えると思うっていうぐらい、なんか豊かなのよ、せいないいとこ、せいなのいいとこで でも悪いとこでもあるよ自分でも思うああいったアイドルとしての応援しか出さないから、応援自身のこと正直分かんないよね。せいなの中身ってこと、どうなんだろう。でもさ、結構特典会の時はなるべくっていうかめちゃくちゃ素、なんかなんだろう、キャラ作りができないタイプだと思う。分かんない、自分はそう思ってるそう思ってる。せやのこと好きだね。おやすみー。はじめまして。はじめましてなの？初見。寝落ちしてた。おはようございますし。
来週元気に会おうね、会おうね。推しメンの発表の日、あ、そう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 、そうだそうだ、そうでしたそうでした。推しメンがね解散しちゃうって話からこうなっちゃったよね。あんまりショールームで真面目な話はしないようにしてるんだけど、とか言っていつも毎回せなショールーム真面目な話しちゃってんだよね。今何時？この部屋時計ないんだけどそんなことある？ありました。あと15分で2時なんだけど、え、早っ、早すぎでしょ。ちょろいじゃん。そうそうなんだよ、ちょろいんだよフ1週間毎日言ってること変わるから。そんなことある？さすがにそれはないでしょよく言えば感じすぎて笑ってましょう、ちょっと待って。確かに確かに、でもそういうのめちゃくちゃ情緒不安定。なんかさっきまで超ハッピーだったのに突然はもうやだみたいな、ある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 、情緒不安定。でも最近はそんなことないよ。最近は食に頼ってる。好きな美味しいって思うものとか自分が好きなご飯をめちゃくちゃ食べてるそれでどうにか保つって言い方変だけど、日々いろんな目線で思考更新することになってね。それは思う。なんかさ、まださ、ちょっとここで年齢言いたくないけど、まださ、二十数年間しか生きてないわけよ。ほぼ20年間ね。死後入試に20年間しか生きてないわけ。20年間しか生きてない中でさ、出会った人なんてさ、そんないないじゃん、正直。正直そんな、いないじゃん。ファンの人含めもさ、そんな世界の人口のさ、10分の1にも満たないと思うのね。だからさ、世の中にはさ、いろんな意見があってさ、いろんな人がいるわけじゃん。だから一概にさ、自分の意見はこれですって貫くのもめちゃくちゃかっこいいと思うんだけど、なんかセアはそれができないタイプだからもうね、できないの。もうこれは昔からそうなの、絶対にできないから、貫くとか絶対できないから、なんかもうそれだったらなんか日々いろんな目線で、あ、この人はこういうことをこうやって考えてこう思うんだって思ってる方がなんか楽しいし、いろんな人の意見を取り入れられて感受性豊かになる。自分もなんか道徳の授業でそれをねすごい褒められたの、小学生の時に。で、自分はこういう考え方が合ってるんだなって思って、そっからそう考えてるかな。そう、なんか道徳の授業でさ、なんか例えばいじめに対するなんか題材じゃないけど話があったとするじゃん。でそのさ感想とか感想文とか書かされてたのよ。でそれに対してなんかどうしてその子はいじめられてしまったのかとか、なんかいじめられて悲しい気持ち、でもそのいじめをしてしまった側の気持ちとかもなんか全部書いてたの、セナは。こういうことがあってこう思ったからこうしたんじゃないんでしょうかねみたいな、したのかなと思いましたみたいな、小学生ながらにね。でそれをすごい褒められて、その時の先生に、なんかいろんな目線で物事を見られるのはいいことですって言われて、なんかそう考えるようにしてるけど、それを嫌だって言われたこともあるから、なんかそうやってコロコロ変わるのが信じられないって言われたこともあったから、難しいなって思う、難しいなって思うけど、できないことはできないいろんな人の意見がせーのはいろんな分かる、理解しようって思える、良くも悪くもね。明日京都で、もう京都だよ。今日の2本目のライブの後に2人で京都行って、9時半ぐらいに京都着いた確か。え、全力ハリケーンって4分ぴったしなの？何食べてるの？何も食べてないよ。ファンタメロンソーダ飲んでるよ。食べてないよ。お菓子は買ってきたけど。食は裏切らない。それはそう。
意外と部屋系ですよ、ホテルな京都のマジセアの部屋くっそ汚いから、あのなんていうの、ゴミが散らかってるとかいうよりは物が溢れてるよね、物とペットボトルボーリング大会できるかなうち。あでも遠征行く前にあのペットボトルは片してきたはず、片した。セイナさんが情緒反対って話、うん、セイナさんが感受性豊かだって話セイナさんが感受性豊かって話だよね。心の喉と心の喉、そう心の喉ね、それそれ道徳の授業ね。人生5つゼロではないので、いろんな考えを見て聞いてバランス感覚を養っていくよね。あちょっと日本語が難しいよ日本語が難しくてどういうことか分かんないんだけど、ま、何のバランス感覚、人生のバランス感覚ってこと。ごめん、あの国語はこれでも偏差値はめちゃくちゃ高いんだけど高いんだけど、あの日本語の読解能力だけは本当になくって、申し訳ない、日本語が下手で。視野広い、わかる、背の視野広いと思う。ライブなんか物事に対してもそうだけど、人に対しても視野は広いと思う。ライブ中メンバーの変化によく気づくし、あの子今辛そうとか、あの子なんか喉しのそうとか気づいたらすぐマイクこうやって持つようにしてる。そこら辺はあの自信があります。天職やん、え本当アイドル嬉しい、そうやって言ってくれるの。わかんない、なんか自分ではアイドルめちゃくちゃ楽しいなって思うし、なんかさ今まで保育士とあと居酒屋のバイトとあとスーパーの店員さんとかなんか派遣何個かとかやってたけど、一番今までで楽しいのがアイドルだもん。そらそうかそらそうかアイドルって楽しいもんな背の話おもろい、面白い、どういう面白いよそれ、笑えるポイントないやろ、そっちじゃねえよってな。配信のきっかけ推しのことだって、うん、今日の配信のきっかけ、え全然今日なんかこの時間帯誰も配信してないってさっき気づいたからじゃなんかいつもあ配信できるかもと思って、なんかグループ LINE に配信する時間入れなきゃいけないんだけど、それをこう見て、あのあ大切かぶってたできないわみたいな、配信できるさなんか時間帯ってあるじゃん、あるじゃん、それがあの被ってることが多くて今日被ってなかったので配信をしてしまいました。待って、洗濯物取りに行かなきゃだったんじゃない、さっき LINE さめっちゃ来てたの携帯に、ここ通じんね、なんだろうと思ったらさ、メンバーみんなで一緒にあの衣装洗濯してるからさ、絶対それなんだけど申し訳ない、絶対誰か代わりに取ってくれてるわセーナの衣装、すみません。情緒保つのに食に頼るって言ったの、何食べてるのって、基本的お菓子食べてます。あとせいな買いだめ癖がすごくあって、好きなものをプリッツのなんだっけ自分の好きな味忘れちゃった、なんかプリッツの好きな味があって、それとグミッツェルと、あとチョコレートとかは常に家にあるようにしてるから、あとグミはしてるかな、うん、なんかいつ食べても嫌にならないものを家に置いてる。なんかチョコレートとか気分じゃない時はあるけど、食べても不快感を覚えたことがなくて自分の中で、そういうのでなんかちょっとした機嫌を取るようにしたりとか、あとうーん、食で機嫌取ってる時牛丼食べてるかなマック食べたりするかな、あとペットボトルのゴミ代表ですか、違います、ボーリングです。眠気に喧嘩来てください、おやすみなさい。部屋があれだから狭い洗面所に TikTok 撮るのが大正解、そうでございますよいやでも普通に鏡越しの TikTok ってなんか伸びるのね、その外カメにもなるし、
あとなんか、なんでかわかんないんだけど、ここの鏡越し、この携帯がちょっとずつ鏡越しの TikTok っていうのがなんか伸びるらしくてこれも聞いた話なんだけど、だからいつも鏡越しで撮ってんの。そういうこと。なんか部屋が汚いっていう理由だけじゃないよ。違うよ、別に撮ろうと思えば撮れるんだよ、部屋の中でも。なんだけど、あの TikTok を伸びることを最優先にした結果、洗面所で TikTok を撮るっていうことになってしまっただけそういうこと。心理学勉強しておけばよかったなって食べても、心理学勉強してたっていうのでも全然あのそういう専門的な話は何もわからないです。勉強してたっけ。もう西野の元気すぎて眠いです。え、寝てね、ちゃんと。それは寝て寝て。お話がうまいは言われたことないよ、せいのマジで。嬉しいけど、ラジオのお宅嬉しい、ありがとう。小花とのさ、チュラジオあるじゃん。ちょっとキャミソリ見えてたけど大丈夫、見えていいやつだから。あのチュラジオはほぼ台本がなくって、あれなんか言わなきゃいけないこととか、この時間になったらこのコーナーをやりますっていうので決められてるんだけど、基本的に本当に自分たちの話、自分たちで話を作っているのね。だからなんかそれでめちゃくちゃなんか話さなきゃとか、常に相づちを打つとか、なんかめっちゃ鍛えられたまだ始まって数ヶ月だけど嬉しい。でもお話下手ってずっとなんかコンプレックスっていうか気にしてたから、ありがとうございます。お宅の変化でもすぐ気づくの？え、割と気づくと思う。髪切ったとか気づくと思うけど、どうなんでしょうか。どう、みんな的に。ブリッツトマト派、トマト派なんだけど、なんかさ細いさ、オレンジのパッケージのやつ、それがすごい好きなの最近。お菓子食べてなんでそんなに体型維持できるよ。あんだけねライブで汗かいてたらね、どんなに食っても太らないんだよ食べたら嫌になるものはパイナップルパイナップルは味と食感がダメ。あ、なんか出ないやっと家ついて下手さない、めちゃめちゃ元気なセラさん、すごいね。なんかねナチュラルハイなんだよね、こういう時って。やばい、もう2時になっちゃう、急がなきゃ。牛丼はどこ派ですか？好き、あのかつ節オクラが好きです。洗面所綺麗なの偉い？洗面所綺麗じゃないことあんの？逆にお弁をさらしたら TikTok 伸びるから嫌だよ、そんな伸び方したくないよ話の引き出し多いと思うよ。あー、初めて言われた、話の引き出しが多いなんて。あんまり意識してなかったけど、チラジオ自分の好きなのを紹介するコーナー、あー、アイドルのすすめ、あれいいよね、セナガの持ち込み企画、あれこの企画どうですかって企画持ってったテトラポットのボーテルル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 ルで、別に何も考えないで行っていいと思う。行って、とりあえず行って、ソロで、まあ、通称とりあえず通称取らない、緊張してるから。で、あとはもう行ったら話してくれるから、アイドルが大丈夫てか話してくれるアイドルのとこ行けばいいんだと思うよあと2分、もうそんな時間か。いつお風呂入るの？この配信終わったら入るよ。いいよ。
やー、じゃあ今日もうありがとうございました。突然のエンディングありがとう、みんなこんな夜遅くまで、日曜日、違う今日土曜日でした、日曜日でした、土曜日の夜遅くからなんかいろんな話してしまったけど、言いたいことはあの青井さんのは感受性が豊かなので毎日言うこと言ってることが違うかもしれないので、今日の意見を全てだと思わないことまあでも貫くとこは貫いてるよ、ちゃんとそういうとこはあるけど、はい、感受性が豊か、今日のショールーム、今日の格言、感受性が豊か、じゃじゃんありがとう、またできそうな時にやりますので、はい、おやすみなさーい、おやすみなさーい、おやすみなさーい、おやすみー。